まただ。激急。駆けつけ冷麺。駆けつけ3倍ちゃいますね。駆けつけ冷麺。冷やし中華。濃いめのレモンサワー。です。洗って今のお味噌がお前洗え、ここ洗えよお前神経質かみたいな、こっちのお前洗えよいうのお味噌と、お前何神経質やねみたいな、ここのお味噌で今葛藤しとった。はい、洗うやつおらんやろ夜。っていうかめちゃくちゃ腹減ってまんねん。駆けつけ冷麺。駆けつけ3倍ちゃいますよ。しつこい。冷麺なんてほんま、久しぶりですぜ。去年も多分食べてない。去年も食べてないからもう、2年越し?怖っ。お前リトルが今日はね、なんか一個歌頭ぐるぐる回るときありますやん。今日なんでかしらな、多分絶対聞いてへんはずやねんけどね。うわ、ごまだれ超うまそう。お前リトルが、こればっかり頭ぐるぐる回っとる。温めてあげよう。お前リトルが。多分、聞いてんはずやねんけどね。流れとったんかな、どっかで。超うまそうなんですけど。超うまそうなんですけど。はい、いただきます。気持ち入れようもだけど、入れるまでもないわ、うまいわ。今日も超急やってね。もう年いくとキャパもちっこくなってねだから大したことじゃのうても忙しく感じるしね、疲れるしね。はい。
61やけど、まだ足元はフラフラしてるけどね、こんなんなってるけどね、ずっと自転車乗ってるけど、自転車でと、今日もおばちゃん自転車こけてはったからね、あれ、要は速いはずが、自転車に用乗らんだけかな。自転車で転倒してはんのよう見る。だからあれヘルメット必要やねんね。だから、スマホしながら走っとってこけてるとか、そんじゃない、そんなんじゃない。風がきつくてね、こけてるとかね、あの、段差ちびってゴーンって言ってバーンこけたりとかね、そんなんじゃない、普通の道でこけてはるからね、おばちゃん。助けに行こう思ったら、もう誰か助けに行ってはった。私のほぼ真横でこけやったから、辛い、久しぶりや、美味しいけど、まだ体言うても薄味にできとるんかな。こんなん辛い。激辛い。ああ、キムチなしでいけた。助かった。一食おかず助かった。辛っ。けどこれだけで足りん。とりあえずもう腹減りすぎて、あれやったな。お前リトルが。なんで尾崎？尾崎。何の尾崎やねん。はい、よかった、もう超腹減ったとか、助かりました、ごちそうさまでした、美味しすぎました、しょっぱかったです。はい、ではまだやることいっぱい思いました、失礼します。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。